いわゆる門前払いが続いていた普天間基地の辺野古移設をめぐる裁判で、昨日一連の裁判では初めて住民の訴えが認められました。裁判所はどのような判断をしたのか、そして今後の移設計画に与える影響や裁判の行方について取材した相手沢記者とともにお伝えします。よろしくお願いします。はい、お願いします。まずはこの裁判の概要からお伝えください。この裁判は県の埋め立て承認撤回を取り消した。 国交大臣の採決は違法だとして辺野古周辺の住民らが採決の取り消しを求めたものです2022年の判決で住民の原告的確を認めず退けられた今回はその控訴審です原告的確とは何か簡単に言うと訴訟を起こし判決を受けられる資格です、はい、これまではほぼ認められず採決の違法性を審理する前に入り口論で門前払いになっていました昨日の判決で。 福岡高裁那覇支部の三浦隆司裁判長は検討するまでもなく原告的確を有するものとして住民の訴えを退けた一審判決を取り消し那覇地裁に差し戻すとしました現判決を取り消し那覇地方裁判所に差し戻すと主文が読み上げられると傍聴席からは一斉におうという声が上がりました原告側の反応です 4名全員について言語的核が認められたとこういうことであります。ありがとう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 。私が暮らすあの平時の生活ってのは大事だということを今日はっきり言ってくれましたからとても嬉しく思います。マットなあの理由だなって思って。 本当の裁判をしてくれるということはこういうことなんだって、とっても思いましたね、はい、今回の判決が一審判決と大きく違った点はどういった点でしょう、はい、一審では原告らの住居が新基地から離れており、直接被害を受けないとして、原告適格がないとされ、採決が適法だったかどうかについての実態審理には踏み込みませんでした。し、はい、しかし今回の判決では騒音や振動などにより 住民らが健康や生活環境に被害を受ける恐れがあるとして検討するまでもなく原告的格を有すると示されましたその上で一審でさらなる弁論が必要だと差し戻しています今回によってまあこれまでの裁判のように門前払いされなかったということになりますねはい。県が起こした同様の裁判で2022年に最高裁が都道府県は訴訟を提起する的確を持たないと判断し 訴えをしりづけるなど辺野古移設関連の訴訟では門前払いが続きましたが今回の判決は一石を投じた形になりました原告弁護団も今後の裁判の重要性を会見で語っていますこの裁判で国土交通大臣の採決が取り消しされれば沖縄県知事の下公有水面埋め立て承認撤回処分が復活するすなわち今国が強行している 工事の正当性が根底から否定されることになる重要な裁判である今回の判決を受けて、今後の裁判はどのように進んでいくんでしょうか、はい、国側が上告した場合、最高裁で争われますが、上告しなかった場合、地裁で実態審理が行われる見通しです、はい、一方、国側はどのように考えているんでしょう。はい、国土交通省の担当者は判決内容を十分に精査し 関係省庁と協議のうえ、適切に対応していきたいとしています、はい、ここまで、昨日の注目の判決について、鮎沢記者でした。